刀とは、鈴木株式会社が製造を販売するオートバイのシリーズ商標である。本校では、主に GSX1100S、GSX1000S、GSX750S GS について解説を行う。1980年9月にドイツで開催された、ケルンモーターショーにカウル付きプロトタイプ GSX1100S 刀として、カウルレスの GS650G と、 同時発表された。日本刀をモチーフとした繊鋭的フォルムと基本性能の高さを両立させたデザインが反響を呼びケルンの衝撃と呼ばれた。ショーでの評価は、ま、二つに分かれ、少なくともこのままの形で市販されることはないだろうというのが一般的な推測だった。当初は 1100cc モデルを意味したが、後にシリーズとして排気量別に数車種が生産された。 再生産を繰り返して2000年に製造中よされたが、現在でも人気は高く、ホンダドリーム CB750 ホーカワ Z1 に並ぶ鈴木の名車としての地位を確立しており、入手可能な鈴木の現行モデルをベース車にして模した車両を販売している店まで存在する。依頼先に関して、鈴木の公式なアナウンスでは、ハンスムートに、であったが、実際には、 ハンス・ムートが代表を務めるターゲットデザインに出会った。ムートが BMW バイク部門でデザインの仕事をしている時に、鈴木から次世代モデルのデザインに監視協力要請があり、そのオファーを受けてムートが BMW を退社。その時に BMW のデザイナーだったハンス・ゲオルグ・カステンとジャン・フェルストロームを誘い、ターゲットデザインを設立した。 ターゲットデザインは西ドイツ、モトラード市の未来のモーターサイクルプロジェクトに参加、メガボルトアグスタをベースに、あくまでデザインにこだわったマシーンを出品、ロッソラプターと名付けられた。その後に、鈴木のプロジェクトに正式に加入し、GS650G と GSX1100S を発表した。しかし、ムートがあくまでターゲットデザイン代表という形で参加し、 デザインスケッチのサインの多くはフェルストロームとなっておりフェルストロームのデザインというのが現在の定説であるにもかかわらず鈴木の公式発表はハンスムートデザインであったそのためターゲットデザイン社内でムートの立場がなくなりムートはターゲットデザインを追われてしまったこのことはあまり評沙汰になっていないが三栄書房カースタイリング氏の本人のインタビューで詳しく語られている 現在もターゲットデザインに在籍するハンスゲオルグ、カステンもムートは対外的な交渉窓口、私はコンセプトワークや技術的アイデアを提案することが多く、カラーリングやグラフィック多く、鈴木はターゲットデザインに対し、こちらはデザインの邪魔は極力しない。だから、そちらもデザインが機能の邪魔をするのは極力やめてほしいと注文をつけ、そこから ターゲットデザインと鈴木の信頼関係が築き上げられたという。例えば GSX1100S ではプロトタイプにはなかったフロントスクリーンが追加され高く上げられ視界を妨げていたメーターが低く直されたがこれらは両者の協力関係がうまくいっていたことの証さと言える。GSX1100 精霊誌編集1981年1月に ヨーロッパ向け輸出販売が開始されるや、いなや、爆発的ヒットとなり、ちょうど鈴木がヨーロッパ各国に現地法人を設立していたこともあって、シェアの拡大、鈴木ブランドの確立に貢献した。日本国内では、当時、国内販売向け二輪車種の排気量は 750cc を上限とする自粛規制があったため正式には発売されず、逆輸入されるにとどまったが、 逆輸入という言葉を一般的にした。搭載される空冷直列四気筒 DOHC エンジンは g s x 1 1 0 e o をベースにチューンアップを行い、ボアファイメートルストローク六六十ミリメートル、排気量千七十四 c c 圧縮比九点五、ミクニ製 BS34SS キャブレターで最高出力百十一 p s 八千五百 r p m 最大トルク 9.8kgm6500rpm をマーク。車重は 232kg とされ、時速 200km を超える巡航が可能で、最高速度は時速 235km と高い動力性能を発揮した。時速 120km 以上で効果を発揮するフロントスクリーンの形状は、ハンスムート自ら革つなぎを着込んでピニファリーナで、 時速 220km 相当の風洞実験を経て決定された。フレームのパイプ肉厚は 1.2mm。タイヤサイズは星型キャストホイール仕様が前 3.50V19 から 4PR、後 4.50V17 から 4PR。スポークホイール仕様は後輪18インチとなり前 3.25V19 から 4PR。 4.00v18 から 4pr。左スイッチボックスは、ウィンカー、ディマ、パッシングの一体式スイッチを採用。またウィンカーのオートキャンセル機能も搭載している。GSX1100SD、編集1983年に、ボディが赤線、または青線のツートンカラーになりフロントフォークアウターチューブ、エンジン、リアサススプリングが、ブラック塗装された。 全部エンジンマウントは貫通式から内側固定タイプに変更された。シートはバックスキンからビニールレザーとなった。アンドフのプランジャーが小型化された。ステップが前後ともにジュラルミン単造製になった。キャストホイールは星型キャストから6本、スポークキャストに変更された。スポークホイール仕様も引き続き存在する。GSX1100SE。 編集1984年ボディのツートンカラーは赤の面積を増した赤銀になり、テールカウルは濃いブルーからブラックに変更された。1987年に生産終了、1000S を含み再生産分を含まない、総生産台数は17,643台であった。GSX1100 さえ編集1987年の最終限定車として、 SBS 店の要望で初期型精霊紙カラー、星型キャストホイールという仕様で SBE と共に販売された。国内販売前提の生産であったので、左側通行のオーストラリア仕様で逆輸入されてシートベルトが標準で付いていた。GSX1100SBE、編集1987年の最終限定車としてセイワモータースの要望で、 赤フレーム、赤シート、赤シートベルト、赤フェンダー、タンクの鈴木文字赤抜き、6本、スポークキャストホイールという仕様でサイトともに販売された。国内販売前提の生産であったので、左側通行のオーストラリア仕様で逆輸入されて、シートベルトが標準で付いていた。当時の円高と、相まって79万8000円と1100、投資上最安値で販売された。 生産終了後から高い人気が出て、プレミアムで中古車価格が高騰した。GSX1100SM 編集1990年に鈴木創業70周年を記念し GSX1100 精霊誌の復刻モデル GSX1100SM が仙台限定で逆輸入販売され、一時はプレミアムがつくほどの人気になった。タンクに専用のステッカーが貼られ、 純銀製のオーナメントが付属した。精霊誌の純然たる復刻ではなく、基本的に、サイト同等であるが細かい改良、使用追加が行われている。シートは精霊誌同様のバックス緊張で、シートベルトが付属した。1991年に SM は SL に形式統合された。1990年に SL として通貫された個体があることから、当初より、 継続生産が想定されていたのではないかと推察される。GSX1100SL 編集70周年アニバーサリーモデル SM の人気を受けて継続生産されたモデル。ステッカーとオーナメントが付属しない以外は SM と同仕様である。現在は廃盤になっているもののステッカー自体はパーツリスト上の番号で発注すれば補修部品として入手が可能であったため。 ショップが後から SL に貼り付けたり、ユーザー自身で購入し貼り付けることもあった。仙台限定であったのに実際には SL が継続販売されたことに SM オーナーから批判があったと言われている。SM の車体番号が GS110X-101841 となっていることから102841以降の車体番号は SL と思われる。また、 1990年の生産台数が1445台で、あることから、SL の発売年度は1990年と推察される。GSX1100SSL、編集1991年9月 SL に続き、外装 SE と同様とした赤銀カラーの SSL も継続生産された。111PS を交渉する、フルパワーモデルの最終型となる。 国内正規販売車両である SR の登場まで、SL、SSL の少量を継続生産は続いた。GSX1100SR、編集国内の二輪排気量上限撤廃を受け、1994年3月に国内販売が開始された。タイヤ、ホイールサイズは同一である他ブレーキも登場時のままであるが、大型オイルクーラーを標準装備し、 クラッチに電動パワーアシストが装着され、フロントフォークはアンドフが廃止され、無段階式、プリロードアジャスターに変更された。リアサスのショックアブソーバーもリザーバータン区別体式となり、点火形式はガバナー式からデジタル式新格となるなど、細かなところで従来モデルとの差別化がなされた。従来モデルの形式は GS110X であったが、 国際識別規格を取り入れて GU76A となっており車検証を見比べると全くの別車種であるが前日のパワーアシストクラッチや前後サスペンション日本向けに 95PS、8500rpm、8.6kgm、4000rpm にデチューンされたエンジン以外は従来型とほぼ同一と見て差し支えない。キャブレターについて 従来モデルでは4気筒とも、メインジェット、エアジェットの番手は同じで、2番3番の負圧をやや、低くして4気筒の同調レベルを合わせていたが、SR からは2番3番のメインジェット、エアジェットの番手を若干下げることで合わせている。左スイッチボックスの一体式スイッチ、ウインカーオートキャンセラーは廃止された。ウインカーは、プッシュキャンセル式となり、ディマ、パッシングスイッチは、 前後に分離された。ヘッドライトは1998年の法令制定に先駆け、常時点灯が採用されている。タンク容量はタンク下に前述のパワーアシストクラッチユニット装着のスペースを開けるためにリットル減り、20リットルとなった。GSX1100SY、編集他の排気量が販売を終了しても 1100cc だけは長い間人気を維持し続けたが、 エンジン設計が古いことから環境規制に対応することが困難と判断されたため2000年にファイナルエディションとして1100台が限定発売されたその人気は高く即時完売をもって販売を終了したファイナルエディションとしての発売にあたり各種の改良がなされたホイールはデザインを従来と同一の星型としながら初めてチューブレスとなった 能力不足と言われたフロントブレーキはファイ 270mm ソリッドディスクからファイ 300mm フローティングディスクにフロントブレーキキャリパーもスライド1ポットから対抗4ポットに改められステップフレームは溶接ではなくボルト止めになったシリアルナンバー1100の最終生産者は現在鈴木本社前の鈴木歴史館に所蔵展示されている日本国外向け 主にアマスーパーバイク選手権のレギュレーションに合致させるため GSX1100S からボアダウンされたモデル。キャブレターはミクニ VM32SS であるが北米仕様ではミクニ BS34SS が標準装備となっている。クランクシャフトは GSX1100S と同じ組み立て式ボールベアリング構造で GSX750S の一体式。 クレーンベアリング構造とは違う。クランクケースも GSX1000S では、シリンダー後方にオイルプレッシャースイッチホルダーがあり、そこからオイルラインを取り出すことができる構造で、これは GSX1100S と共通であるが、GSX750S では、オイルフィルターカバーがホルダーを兼ねており、そこからしかオイルラインを取り出すことができない。1000台限定生産された。 フレームのパイプ肉厚は 1.2mm。GSX1000 整冷子、編集1982年発売。GSX1000SD、編集1983年発売。GSX1100SD と同様のマイナーチェンジが行われた。ただしカラーリングは横に本線のストライプのみとなっており GSX1100SD とは若干違う。 GSX750S1 編集1982年2月に国内向けの GSX750S1 が発売された。エンジンは GSX750 e 用そのまま流用した空冷直列4気筒 DOHC ボアハイ 67.0mm ストローク 53.0mm で 747cc 圧縮比9.4ミクニ製 b s BS 3 2四キャブレターで 69PS、8500rpm 69、6.2kgm、7000rpm。車体は全長 2250mm、全幅 810mm、全高線 105mm、ホイールベース線 515mm。乾燥重量 222.5kg。当時の車両法案基準により極端な身体ポジションを、 有するとされた車両は、形式認定を受けられなかったため、認可を取るための苦肉の策として、GSX1100S のデザインとは異なる。バーが妙に高くグリップの位置が後方になる。アップハンドルを装着して市販され、幸運気と揶揄された。さらに、スクリーンも当初装備されず、輸出使用者にはあった、刀ステッカーは、狂気を連想させるとして貼られず、全面風防。 ライト下のスポイラーも付けられておらず、社名に刀の文字も入れられなかった。特にハンドルについては、ほとんどの所有者が輸出仕様の 1100cc 用のハンドル部品を取り寄せて交換したが、当時はこの改造が違法改造とみなされ、警察もこの改造を集中的に取り締まることが多く、この当時の取り締まりは刀刈りと呼ばれていた。 カウリングは未だ認可されず、当初はヘッドライトケースという名称であった。フレームは形状こそ GSX1100S と同じだが、パイプ肉厚は 1.0mm になっている。またエンジン右下中央のマウント位置が GSX1100S に比べやや後方にずれ、クランクケースとクラッチの間に位置することから 750cc エンジンである旨判別できる。タイヤは前、 3.25から19、5、4.00から18。スクリーンが認可されたのを受け1982年11月からスクリーンを装着し、これを GSX750SS として区別するものもいる。S2 との合計で約17,600台が登録された。750でも1,100同様に、ウィンカー、ディマ、パッシング一体式スイッチを採用している。 GSX750S に編集1983年3月発売。スクリーンは引き続き装備された。ハンドルとシート形状も変更を受けた。エンジンは 72PS、9000rpm、6.3kgm、7000rpm へ出力向上した。タイヤは流行に沿って、前、100、90から16、5、120。 90から17に小級化されて、旋回性能は大きく向上したが、高速走行での直進安定性は低下し、またフロントカウルとフロントタイヤの間が大きく、空いてしまった。車体は全長 2210mm、全幅 830mm、全高線 190mm、ホイールベース線 515mm、乾燥重量 222kg、 S1 との合計で約17,600台が登録された。1984年をもって GSX750S2 の日本国内向け車両は一時的に全ての生産が終了されたが一方で輸出仕様は GSX750SD が継続生産された。その主な特徴は GSX1100S と同様の アルミ単造セパレートハンドル、ピストンの中央部を盛り上げるなどにより、圧縮比を本来に戻して、フルパワー化した点で、エンジン自体の色が黒のものも存在した。GSX750S3 刀、タ編集1983年に開催された第25回、東京モーターショーでプロトタイプを参考出品。1984年3月に、フルモデルチェンジで発売。 三代目にして社名が正式に GSX750S 刀となる。エンジンは前年に発売された GSX750E で採用された小型、軽量の新設計 R703 型エンジンをブラッシュアップして搭載。5PS アップの最高出力 77PS、9000RPM、最大トルク 6.4kgm、7500。 RPM を発揮する。当時のスズキ 750cc に習い5速ミッションでは、あるが GSX-R750 初期型、輸出仕様の1足から5速と同じギア比となっている。車体は、スチール性格パイプフレーム、L ボックスにアンドフを進化させた、PDF 機構付きフロントフォーク、リンク式、モノサス。 フロント16インチリア17インチホイールは、先代モデル GSX750S2 を踏襲するが、3型から正式にチューブレス対応となった。全長 2190mm、全幅 760mm、全高 1160mm、ホイールベース 1510mm、重量は 212kg。タイヤサイズは、前、1 90から16。 120、90から17。3型のデザインはすべて鈴木社内で行われた。日本刀をイメージしてデザインされた1100刀と異なり、3型は航空機をイメージしてデザインされた。そのデザインは二輪車初採用となるリトラクタブルヘッドライトやカウルに埋め込まれたビルトインウインカー等により空力を意識した流麗なスタイルとなり、 それまでの1100刀の国内向け、スケールダウンモデルとは違う独自性を持った 750cc 専用モデルとなった。当時、ケルンの衝撃とまで呼ばれた、ハンスムートによる1100刀のデザインのインパクトは、凄まじく、市販された GSX1100S 刀は、世界最速というパフォーマンスも、相まって、世界中で、大ヒット。それは同時に、 刀イコールハンスムートがデザインしたあの形状のバイクという強烈なイメージのすり込みとなり熱烈なファンを獲得するとともに販売が低迷しようが性能が沈黙化しようがフルモデルチェンジできないという呪縛さえも生むことになった。三型はそんな千百刀が爆発的に売れている最中に発売された初の刀という名前を持つあの形状ではないバイクとなりケルンの衝撃を リアルタイムで真正面から受けていた国内外のユーザーから主にデザイン面でこれは刀ではない偽物デザインギャング等の国評を受けることになるそのため飛躍的に向上した走行性能にはあまり注目されることがなくセールスは低迷登録台数約4700台に止まり翌年4型とマイナーチェンジされるその後鈴木のイメージ戦略として 刀という名前を持つ、あの形状ではないバイクがいろんな排気量、デザインで多数発表、発売されることになる。最終的には、鈴木自らの手により1100刀のデザインをそのまま、縮小した中型クラスの GSX250、S 刀 GSX400、S 刀までラインナップされることになるが、3型、4型のデザインを踏襲したものは発売されていない。 発売から数十年が経過した現在では、何者にも似ていない唯一無二のデザインや、その独自性、希少性が評価され人気が高くなっている。とりわけ、ケルンの衝撃を、リアルタイムで受けていない、若い世代のユーザーからの人気が高い。GSX750S4 刀、タ編集1986年2月発売。基本的な車体構成、スペック。 運動性能は3型と同じ。フレームの塗装色がシルバーに変更され、外装はコロネットシルバーメタリック、ブラックのツートンと3型同様のパールホワイト、ブラックのツートンの2種類がラインナップ。サイド部にストライプが追加されているのが特徴。4型専用装備としてメーターボックス内に燃料系を装備、ヘッドライトの点灯の仕方が変更されている。 ユーザーの目は同時に発売された初代 GSX-R750 に集中していたため、生産台数、販売台数ともに少なく現存車両も少ない。資料によっては無視されてしまう場合がある。1992年4月発売。前年発売された GSX-250SS 刀と同様初代。 GSX1100S 刀を忠実に模した 398cc 水冷直列4気筒モデル。1982年に発売された GSX400E 刀とは内容もデザインも関連性のない別車種である。詳細は、鈴木 GSX400S 刀を参照1991年5月発売。初代。 GSX1100S 刀を忠実に模した 248cc 水冷直列4気筒モデル。高い人気を博し GSX1100S 刀オーナーがセカンドバイクとして購入する例も見られた。1982年に発売された GSX250E 刀とは内容もデザインも関連性のない別車種である。いわゆる刀スタイルの中で 250cc のみ。 GSX250SS となっている。なお、GSX250S のモデルネームに相当する、車種はコブラである。通称は、衝動。詳細は、鈴木 GSX250SS 刀を、参照 GS650G 型な1981年、発売。ターゲットデザインによりデザインされたモデルである。空冷直列4気筒エンジン。 シャフトドライブのネイキッドタイプ。1983年モデルを最後に製造中、良された。詳細は、鈴木 GS650G を参照1982年発売。空冷直列2気筒エンジンを搭載するネイキッドタイプ。既存の GSX400E の燃料タンク形状とサイドカバー形状を GS650G 風にアレンジされたマイナーチェンジ車種。 詳細は、鈴木 GSX400E を参照1982年発売。空冷直列2気筒エンジンを搭載するネイキッドタイプ。既存の GSX250E の燃料タイプ形状とサイドカバー形状を GS650G 風にアレンジされたマイナーチェンジ車種。詳細は、鈴木 GSX250E を参照1982年発売。 空冷単気筒エンジンを搭載するネイキッドタイプ。既存の GS125E の燃料タンク形状とサイドカバー形状を GS650G 風にアレンジされたマイナーチェンジ車種。詳細は、スズキ GS125E を参照 i50。北米市場においては GSX-R シリーズ以外で揺れエンジンを搭載するモデルの場合、刀の社名で販売された。 その他、刀の商標はスペインで生産された50、CC スクーターなど販売国の異なる数車種にわたって使用された。また、四輪部門においてインドネシア仕様のジムニーが刀の名称にて現地生産されたことがある。日本仕様は刀として2019年5月30日より発売された。2018年10月2日、 ドイツのケルンで開催されたインターモト2018で発表された。発売に先駆け、2019年5月1日には、スイフトスポーツとコラボレーションした、スイフトスポーツ刀が発表された。注釈出展刀を彷彿させるデザインのコンセプトモデル。石原プロモーション制作のテレビドラマ、立ち広し演じる、鳩村英二の愛車として登場。終盤では、 オリジナルカスタム仕様の刀 R に乗り換えている。重野秀一の発連再作。主人公の初期ライバルが 750S 刀を愛車としている。東本翔平による漫画作品。バイク乗りの群像劇を描いた作品。杉村真一による漫画作品。鈴木刀に乗った鎧武者風のライダースーツ姿のキャラクター、サムライバーが。 狂言回しとして登場する作品。漫画家。刀のファンで 401cc 以上の大型刀に乗るためだけに大型児童二輪免許を取得したほか、作中の背景にたびたび登場させたり、単行本の裏表紙に自己所有の車両を乗せている。1100cc、750cc、400cc、250cc の刀を所有している。村井田健一による 漫画作品。主人公である仮面ライダー ZX こと村雨良が変身前の愛車に3型刀を使用している。折も富愛による漫画作品。登場人物の鈴、乃木凛が鈴木 GSX400S 刀を愛車としている。父親の鈴、乃木人は凛に400刀を譲り、吉村が1100刀ファイナルエディションをベースに5台だけ。 限定生産した刀 1135R に乗っている。バイクからパワードスーツに変形する主役メカモスピーダのバイク形態のデザインモチーフ元になっている。ありがとうございます。